で、マフラーが一昨日ぐらいこれつけたばっかなんですよ。もともと一本星の触媒なしのフルストレートだったんで。これエミグレンのやつだよね。そうです、準備不要のあれだ。なんか左が多分これ事故ってるっぽくて、でだから事故車っぽいから、で走行距離13万キロなんですよ。ハンドルも買ったんですけど、上がハゲちゃってるからもう40万でいいよって言われて。これグレードは何なんですか？シティユーロ。バネで行くんですか？じゃあもう完璧。バネ。しかも片なんで。確かにね、自分も好きだけど、これエアロスイって言うともう限界かなこれ。いや、まだまだ下げます。今タイヤがこれホイール買った時のままなんですよ。うんうん、なんでまだ扁平がすごい分厚いんで、見てみて下げられそうだった。あともう 2,3 センチ下げてて、あもう買う予定で、もうあ、じゃあやっぱちょっとキャンバーつけて。あれはなんかスペックみたいなの分かってるんですか？車庫調のスペックとか。車庫調が HKS 入ってます。あ、減衰も調整できる感じ。あ、そうです、全然固着してなくて、ちょっとポンと叩いたらすぐ回るんで。純正のとかってあるんですか？3万ぐらいだった。買えるんですか？買える、友達が買えれるんで。おー、ああでもまあまあ、そこ静かになったんで。もともとこれ、うちが納車した時が1本だし、2本だし、要はリアもストレートだったっていうか。そうです、これ太鼓ついてますもんね。太鼓ついてました。だからちょっとね、抑えました。さすがにうるさすぎて近所迷惑なんで。さすがにやばいよね。昨日これ発動化にしたばっかり。結構やってますね。で一気にやりました。ホイールは SSR？ あ、そうです、19インチです。これ結構高かったんですか？これなんか力傷が1周ずつ全部4本に入っちゃってるから。あ、そうなんですか。いや、なんか4万でいいよって言ってくれて。でもこのいいですよね、リムが。ダンリムとエアロと。そうなんですよ。あ、ほぼイエローなんですね。これハロゲンっぽいですね。そうですよ。買えるんですか？でもいいっすよ。物でいいけど、とりあえず進んでるんで汚いんで。あ、磨こうかなと思って。はいはいはい。でヘッドライトも新しく買って。あ、で綺麗にして。いろいろちょっと手直ししてって感じ。まだそんな経ってないですよね、買ってからね。まだ1ヶ月経ってないぐらい。クルミーなんて書いてあるじゃないですか。そうなの、可愛いですよね。可愛いじゃん。似合ってますね。ありがとうございます。どうですか、セリシオは。いや、めちゃめちゃなんか乗り心地良すぎて眠くなりましたね。なんかまたクラウンと違いますよね。いや、違うし、シートがめちゃめちゃ柔らかいなって。ああ、確かに。なんか自分がいつも止めてる駐車場のところが、なんだろう、もともとそんなに、なんだろうな、なんかでかくないんですよ。ここがサイドどっちも車止まっちゃってて、でそしたらなんか、まあ、セレシオでかいじゃないですか。でかいね。クラウンでも結構パツパツだったのに、セレシオだと線いっぱいいっぱいで今パツパツなんですよ、ね、家の止めてる駐車場が。いや本当に買っちゃうとはな。やっぱり安かったってもあってですね、私ちょうどクラウンがもう壊れちゃったタイミングだったんで、もうちょうどいいかなと思って。なかなか40万で手に入んないですか今ね。そうなんです。今高いですよね結構。いや今だって結構エアロとかついてると普通になんか100万とか超えてますね。そうそうそう、だからそれで友達がなんか40万でいいよって言ってくれたんで。それは良かったですね。でもとりあえず今なんかエアロとかクリア剥げちゃってるんで、はいはいはい、とりあえずオールペンはもうちょっとしたらしようかなって、うん、もう一回パールホワイトにしちゃおうかな、はい、私ぶっちゃけエアロよりセルシオは純ベタハーフなんで、うん、なんでとりあえず今はこの仕様のまんま行って、もしかしたら、そうですね、純正に戻して全部ハーフにしようかなって思ってる。あ、純正ハーフの。そうです。 あっちが本当好きなんですよ。なんかあのデザイン整ってますよね。そうなんですよね。それも元がなんかでかいし。そう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 。いや本当に買っちゃうとはね。びっくりしましたね。そう、みんなに言われましたね、ほんとに買ったんだ。そうそう、前のほらね、ゼロクラの時に言ってたけど。そうですよね。それしかも早いから。あの買いますって動画で断言してて。そう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 、じゃあいつになるんだろうねってこと言ってたら。でもほら結構先だったりするじゃないですか。はいはい。でももうなんか1年経ってないぐらい。あ、経ってないです。はいはい。でも免許取ってあれクラウンのその3、4ヶ月なんで。そうだよな。で、セルシオなんで何気に
プションなんかもついてるしね。そう。ETC とかね。乗り心地めちゃくちゃ良くないですかこの車庫長。いいけどちょっとバネが柔らかい、ね。柔らかすぎちゃうかこのエアロだと。そうなんですよ。なんでめっちゃなんか変に跳ねるんです。いやでも良かったっすね。やっと乗りましたよ。前のマフラーの時だと、うん、車内で喋れなかったんで。そこまね。フルストレートだとね。やばいですよね。やばいですやばいです。それ捕まるわって感じ。そうそうそう。完全にオーバーするもんね。ピッチでいろいろやってて、ね、すっごい爪すごいですね。可愛いですか。びっくりなんだ。今ふと見たら先週の方ばっか見てたんですよ。ふと見たら爪がすごかった。